高島の、行っちゃっていいですか？濡れ落ち葉にはなりたくない。おはようございます。おはようございます。はい。今回も朝から。朝から。はい。早朝収録となっております。なっておりますと。第12話。第12話。はい。私が言い直しました。先に言ってやりました。はい。ありがとうございます。はい。あの前回の第11話の、うん、あの編集非常に私疲れまして いや素晴らしかったですね。ありがとうございます。新たな試み、ハイブリッドなね、うん、業界初の初ではないですね。野州平川フューチャーされたね。ちょっと疲れがね取れませんけど、まだ引きずってますけどやっぱりね、はい、なかなかあの編集って簡単なようで実は難しいですよね、はい、時間もかかります。もうなんかこだわり始めちゃったからもう大変だったですよ。うんうんうん、はい、うん。ちょっとね、あのアップの日がちょっとずれてしまいましたけど。そうですね。ここ何回かね、ちょっと。え、なんですか。ちょっとあの楽しみにしてくださった方ね。ごめんなさいっていうのをあえて言っときます、はい。ありがとうございます。いらっしゃったらね、楽しみにしてください。いやですか、ね、私は信じてますよ。私は信じてます。ね、はい、いてくださいますでしょう。うん、ありがとうございます。はい。はい、で、その中、今回のオープニングトークは何を話そうかなと思ってるんですけど、うん、ついに iPhone 12、ゲットしましたよ。それも。おめでとうございます。ありがとうございます。それも Pro Max。うん。うん、で、以前ね、はい、色を何にしようかなっていうか、話をしましたけど、はい、ゴールド買いましたよ。儲かりますようにもう露骨で出しちゃうよ。そういった、横島な考えがあってのゴールド、はい、うん、もうそう思っていただいて結構でございます、うん、いいんじゃないでしょうかね。あの、あれですよ、もう、今11月でしょ、うん、この時期はほら、鳥の市とかあるじゃないですか。熊手とか。はいはい。それと同じ扱いでいいと思います。どういうことですか？商売繁盛っていうね。笹持ってこいと。そう。いうことですね。はい。もう iPhone も Apple さんも、もう本望だと思いますよ。本望。ゴールドが売れて。そんな、そう。そんな、捉え方してくれるんですかっていう。あ、まあいいかもしれませんね。それもうちょっと縁起物。縁起物としてね。縁起物としてのゴールド。うん、はい、うん。はい。でかい。でかいですか？プロマックス。初めてです、このサイズ。ああ。まあ私以前からね、この大きいサイズでしたんで。はい、あんまり違和感ないですけど。目に優しいですね。あ、そういうこと？はい、うん。我々の年代からしてみれば。あ、出ましたね。はい。でかいな。大きくなさってるの字を。字はね、標準でございますよ。デフォルトです。ここはね、ちょっとね、まだね。うん。あらが痛い、うん。うん。標準サイズでやってますけども。はい、画面がでかいっていうね。見やすいですか？はい。うん、見やすいのと、うん、ずっしり感がありますね。ずっしり感がある。なんですか。よかったです、それはね。はい、これでもうお仕事もね。うん。はかどりますでしょう。これね、まあね、4K バリバリ撮っちゃおうかなっていうね。うん、そう。もうこれでね、いらないですもんね。うん。で、カメラが。カメラがいらないですね。ね、iPhone で済んでしまう。そう。そんだけ素晴らしいスペックを持ってますから。もうちょっとね、私の顔がいい感じで映るんじゃないかと。今後ね。はい、カメラのせいにしてますけどね。はい。カメラの性能はあまり。はい。まあでも、綺麗に映るでしょうね、はいはい。モチベーション上げていきたいと思います。はい。はい。はい、それではね、はい、今日は何についてお話しするかということなんですけれども、はい、長島先生がね、はい、ご準備いただきました。こちらに用意してあります。紅白歌合戦。はい。出場歌手発表。はい、うん。旬なものですから。旬ですか。気になります、はい、やっぱり。で、別にそんな気にならないですけど。気にならんのかい。ネタ何がいいかななんて思いながらね。うん、うん。じゃあまあ、紅白といえばね。はい。長島さんなんか、思い出なんかありますか？思い出ですか？うん。紅白といえばね、思い出そんなないんですよね。ないんかい。うん、ないんで、俺もないのよ。ないの？だって見てなかったんですよね。そう。若い頃？ここ、うん。全然見てなかった。若い頃って言うと紅白見ます？
まあテレビしかなかった頃はね、娯楽が。娯楽はね。うん。私なんてすごく田舎育ちですから、はい、まあお正月とかはね、必ず家族で、はい、紅白を見ながら、はい、あの年越しそばを茹でながらみたいな。あ、まあね。うちは、まあ、年越しそばを茹でてましたけど、うん、紅白っていう目を見てる家庭ではなかったですね。うん、何見てたんだろうって、ちょっと、もうお年玉のこと考えたのかな。お年玉といえばね、うん、何買いました、お年玉で。お年玉で、うん、お年玉で、俺お年玉って言うとなんか暗い話になっちゃう。どうぞ。いや、ほら、お年玉もらうわけじゃないですか。うん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 、それでもう親に預けるじゃないですか。うちはちょっと違いましたね。あ、違いました。でもうちはいただいてましたけど、まあ、貯金してました。そう、ね、うん。なんか、いや、貯金してるよって言うんだけど、うん、見たことない、俺は。いくばくかは、はい。いただけたんじゃないんですか。うん、なんか、おもちゃとかね。うん、その、当時は、栃木、小山市の方に、金華堂とか。金華堂、はい、長崎屋さんとかがありまして。うんうんうん、はい。で、そのお年玉握りしめて、うん、あの、超合金とか買いましたよ。へ、コンバトラー V とか。うん。そういうの好きだったんですか、はい、我々、多分、その世代は超合金世代ですよ。へぇ、マジンガー Z とか、あ、ロボコンとか、ロボコンとかもそうですよ、うん、まあそう、超合金ですよね、うん、それも買いましたね、うん、でそれぐらいしかないですよ、あの お年玉を使ったっていうのは。嘘。うん、あとタコ揚げのタコを買った。ゲイラカイト、ああ懐かしい、久々に言ったな俺、このゲイラカイトっていう単語、ね、あの目玉のやつね、うん、そう、うん、あ、タコといえばね。何でしょう、ありました。私、タコに、うん、あの、タコと一緒に飛んだことがある。飛んでしまった。あら。うん、どちらで、あの、兵庫のね、山奥の田舎で、うん、その、お正月、小学校とか誰もいないから、その、うん、校庭がものすごい広いわけですよ。うんうん、そこですごい強風だったんですね。うんうん、でも、見る見るうちにタコ糸ブワー持っていかれて、うん、すごい高いところまで、その、カイトが飛んでいき、うん、で、その、手を怪我しちゃいけないからっていうんで、グンってしてた。はいはいはい。ね。うん。切れちゃうね。そうそう、手が切れちゃうから、うん、タコ糸で。はい、だからその、グンってに最後、こう、ぐるぐる巻きにしないとタコが飛んでいっちゃうから、なんて言って、最後、ギャ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 って手に巻かれたまんま、うんうんうん、そのまんま体が浮いたんですよ。そんな。タコがでかいわけじゃないんだ。タコもでかかった。ある程度ね。ある程度。それなきゃね。うん。まあ、小学生、低学年とかですから、そっか、軽くて、うん、すごい怖かったんですよ。それは、めちゃくちゃ危ない。うん。親戚もびっくりしちゃって。で、無事着地できたんですね。うん、そうです。で、今、おじが、うん、その、手離せって。離せと、うん。でも離れないから、もう、ぐるぐる巻きだもんね。ふわふわしてて。うんうんうん。ふわふわしてて。ふわふわしたんですよ。怖かった。ドラえもんの世界見たくなってきましたね、なんか。うんうん、今だとね、しっかりと地に足がついてたと思うんですよ。はい、そんなに風があったところでよ。そうでしょうね。そうでしょうね、はい、ダメです。そうか、うん。そんなことないですよ。そんなことないですよ。あ、じゃあ実際は、そんな飛んでないけど、うん、飛んだように感じたってことですね。そう、だと思います。ね。うんうん、まあ、まあ、あと恐怖とね。恐怖と。もう20メーターぐらい飛んだ感じですよ。感じですね。うん、体感的には、ね。体感的には。あ、そうですか。うん。すごい怖かったですよ。あ、タコ、いろいろありますね。まさかタコでね、こんな。話が盛り上がる。と思います、ね。ごめんなさい、また私のエピソード。いいんですよ。いいんですよ。大丈夫です。私が悪いんですよ。私が。そんなことないんですよ。確かに。そんな、タコまでそんな広がんなかった。広がんなかったでしょ、うん、そんな広がんなかった。あんまりだから準備してきてないわけですよね。そんな広がんなかったでしょって。もうダメだ。今日はね、本当に朝からね、ちょっと高志長島も、ちょっとね。そうですね。ね。オツがね。オツの彼がね、はい。うん。顔に出ちゃってる。抜けない。ね。あの疲れが。うん。年を追うごとに。そうですよね。なんでってぐらい。ほんと。引きずりますよね。うん。寝ればね、なんとかなったのにね、今まで。そうそうそう。
本当に引きする。もう寝てもね。うん。あれ、全然。あと今日ね、長嶋さんおっしゃってましたけど、夢を見ちゃうって。そう。最近夢を見ちゃう。いや、夢見るのいいんじゃないですか。いや、俺、昔は寝たらもう次の日まで、うん、朝まで、気がつかなかった。起きなかったし、何も見なが起きなかった。それはもう忘れてるだけかもしれませんよ。そうかな。うん、いや、なんかそうも言いますよね。忘れてると。忘れてる。見てるけど。見てるけど忘れてるって、ね。ああ、うん。じゃあ最近は忘れられない。うん、覚えてますか内容。覚えてないよ。覚えてないけど、でもすごいなってなんか夢って不思議と覚えてなくないですか。いや、私はっきり覚えてます。あ、そうですか、うん。自分が話したセリフとか。あ、そんな、うん、相手が話したセリフとか。まあ、自分が出てこない時もあります。何本も上映されますもん。うん、そうそうそう。ね。うん、だから、そうなんだ。だから最新のものはギリギリ覚えてるけど、うん、その前はもう浮気されちゃって、あ、そうなんですか。覚えてないですよ。うん、繰り返し見る夢は覚えてますけどね、うんうんうん。繰り返し見る夢ってあるんですか？はい。え、高いとこから飛び降りちゃう夢とか。高いところから飛び降りちゃうの？決まってね、伊藤洋華堂の屋上から飛び降りてるんですよ、俺。はぁっつって目が覚める。いやぁ、怖っ、何それ。それないですか？ない。こう、伊藤洋華堂の屋上から、はぁって飛び降りて、で、地面がスレスレに、こう、迫ってきて、はぁって起きるとか。いやぁ、なんか、追い詰められてますね。あ、そうですか。わかんないけど、なんかストレスが溜まって。あと急に戦場なんですよ。え、戦争。そう。え、自分が。そう。自分がその戦場にいて。うん。兵士として。これね、兵士じゃないんですよ。こう。ただ突っ立っている。突っ立ってないんですよ。こうなんていうの、くぼんでるところ、うんうん、とか、うん、壁とかにこう、うん、隠れてるんですよ。うん、体いっぱい力入れて、うーって。ただそれだけの夢。あ、他の人はこう戦闘してるのに。そう、自分は、こう硬直してるんですよ、こう。あ、そういう夢とか、あと、いやでもなんかこう、示唆的な夢でしたね。そう。あと、すごいめちゃくちゃ低空飛行で飛んでる。めちゃくちゃ低空飛行。どういうこと？生身の体が？そう、地面スレスレで、シュワーすごい、もうなんか、千と千尋に出てきそうな勢いの低空飛行で、地面スレスレをシャーッすぐスピードで飛んでる夢とか。うんうん、面白いですね。見たことない？地面スレスレ、まあ、あんまりちょっと記憶ないですかね。あ、そうですか。うん、大体この3つぐらいですね。最近はないですけどね。うん、私もっとなんかすごくもう複雑です。あ、そうなんですか。はい。複雑？聞いていいのか悪いのか。なんかそのもっとそのなんていうかストーリーがあったりとか。あ、はいはいはい。そのたーって低空飛行。え、ちょっと待ってください。私だってありますよ。そういうストーリーの夢。はい、なんか嫌だなこの展開。なんでなんで？なんか、うん、ありますよ私だって。あるけどその印象的なのを今ね。そうですそうです。おっしゃってくださっただけ。そうですよ。あえて言ってるんで、あえてチョイスして言ってるんですよ今。なのに俺が単純でね。そうそう。私が複雑だみたいな。そう。やめてくれと。いや本当なんかだんだんね、そなんかね。申し訳ないです。なんかちょっとね、言っちゃっていいですかね。今なんか。方向がおかしくなって危険な匂いがする。いや違うんですよ。行っちゃっていいですかっていう割に行っちゃわないもん。うん？根本？だんだん、うん、もうちょっと行っちゃおうっていう気持ちには確かになってきてますよね。うんうん、今言ってるよ夢とかダメ？もっともっと？やっぱり心を、ね、開いてない。怖い。心を開いてない。目がね、本当に死んでました。どうすれば心を開いたことになるんだろうか。うん、難しいですね。心を開くっていうのは。難しいですね。ね、本当難しいですよ。高橋中島さん、行っちゃっていいですか。はい。ついに、うん、今週末に近づいてまいりました。近づいてまいりました。イベント。イベント。レースとは言いません。で、レースじゃないもんね。うん。林道湖、うん、ゴーゴーですよ。林道湖ゴーゴーバーベキュー。はい。那須なんで、うん、気温がどのぐらいになるのかなって
なんか寒そうですね。うん。なんか、那須の方のフェイスブックを見てると、早朝、3度とか、うわー寒い。5度とか、へー。いうのが上がってたので、朝8時受付開始なんですよ。相当寒いでしょうね。多分。で、ホテルがちょっと、私取ったホテルから距離があるんですよね。うんうんうん、そこは自転車で行かれるんでしょう、ちょっと自走で行こうかなって今思ってまして、うんはい、ちょっとウォーミングアップで。ガテラね。でも凍っちゃう、大丈夫かなっていう、ねうん、受付までに俺終わっちゃうんじゃないかっていうね。うん、いや、そんな寒くはない。あ、そうですか。うん、なんで、ちょっと久々に、はい、はい。ちょっと、交流をね、うん、楽しみたいなと。素晴らしい。いいじゃないですか。思ってます。はい。でその時はね、心を開いて皆さんと、うん、そう。お話できればなと思いますね。そうですね。はい、皆その、旧知の中の皆さんとお会いできるんですか？旧知の中というと、ちょっとなんか、恐れ多いかもしれないのね。恐れ多い。あ、じゃあ、ちょっとよくしていただいてる方々。はい。よくしていただいてる方々ね、うん、久々に。以前ね、ほら、コロナ前は、よく会場でお会いしてた方々と、久々に会えるかななんて思いながらね。うんうん、はい。うん、という感じで、ちょっと週末行ってこようかなと思ってます。はい、楽しみにしておりますよ、はい、そのレポート。はい、次回ね、次、はい、ちょっと動画を撮ろうと思ってますので、はい、はい、やったー。許される範囲で。またね、うん、動画、楽しみにお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい。はい、以上、パーソナリティの、高橋長島と、桜井でした。